例えばこれ、もうね人気出てるから第2話の表紙です。しょっぱなカラー使わせてもらってるんですけどじゃあまず第1話の表紙ですね「ブルマと孫悟空」見てみましょうあの。バイクに乗ってるブルマと孫悟空なんですけども第1話で絶対必要なんです、ね、主人公の顔を見せ,見せてないんですね。 こんな漫画見たことないんですよ。ワンピースであろうとハンターハンターであろうと、第、第1話の表紙って主人公の顔なんですけど、顔が見えないんですよ。で、ブルマも後ろを向いてるんですけど、ブルマがバックミラーで後ろを見てるものだけ見てると。この、なんかこう、う,うまさというか凄さですねで。あと、あの、ちょっとここら辺アップにしてほしいんですけども、透明なキャノピーが、 ですね、ガラスの風防がまあ上かぶさっててでそれの周りに白いフレームがついててでボディのここを見たらです、ね、ここにネジが二ついてるんですねつまりこの透明なキャノピーっていうのは金属製の,あのフレームがです、ね、両側に走っていてそれをです、ね、ボディで外側からネジ止めしてるっていうことをやってるんですよでここら辺のですねどうやって作るのかまで考えているです、ね、このデザインのセンスというかですねメカニズムのセンス ですね、あとは後ろの背景を見てみると遠くの山はぶれてないのにすぐ後ろにあるです、ね、森とかです、ね、木というのが、まあ、まあ流れるような流線で描いてるんですね。でその流線っていうのをあ,のあんまり漫画っぽい流線にせずにあえてイラストっぽいですねグニャグニャとした形で描くというこのセンスもう、まあ、本当に凄まじい画力というかですねデザインと画力がこの中に入っているんですよね。で 2巻あ第,2話第2話で顔はちゃんと見せるんですけども、なんかね、大きく描いてる割に横顔なんですよ。で、横顔なんだけども、ここら辺アップにしてもらえますか。えー、っと、ブルマのですね、右の眼球の膨らみをちゃんと描いてるんですね。で、ここら辺ね、鳥山明がね、後でドラゴンボール全集とかを描くときに、例えば天津派の顔とかを横で描くときに、もう目の膨らみ描かなくなっちゃってるんですね。えー、で、あの、 あの「ドラゴンボール」が終わってしばらくして鳥山明っていうのは絵を描くのが嫌になった吐き気がするというようになってでマップで描くようになってやっと救われたというふうに言ってるんですけどこの時代の鳥山明っていうのは目を横から描くときは眼球の膨らみまで描かないと気が済まないんですよ。孫悟空はもうチラ見してるだけなんですよねでこの眼球の膨らみを描きながらこの鼻筋の上の線ですねあのおでこにかかる線がちゃんと右の眼球を隠しているというですね この上手さもです、ね、本当に注目して欲していで。あとコクピットのもうあの取捨選択っていうのかないわゆる第二次大戦の時の,あの反射式のですね、えー、照準機からですね現代のジェット機ですねまあベトナム戦争たりかジェット機あたりのですねレーダーとつまみぐらいまでがですねいろいろ入ってるこのうまさですねで、えー、これのですね これはですねグローブがついているゴツゴツの手でスイッチを間違いなく操作できるような、まあ、横にあの何だろうな出っ張ってる系というかですね、まあ、丸の中からネジみたいな山が出てるようなスイッチですね。でというふうにリアルに書いているのかと思えばブルマの点に合わせた操縦桿とか横のレバーの小ささですね。 本来、コックピット実際に見ると大きいですね操縦かの握り手とグリップとかですねこのレバーのグリップとかを小さく書くことによってここ全体のすっきり感を出してるんです。 ここら辺もですね、鳥山明、メカが好きで描いているというではないんですよ。メカが好きだったら、ね、この辺のスイッチの大きさとかです、ね、レバーの大きさというのを実物通りに描いちゃうんですけども、女の子が操縦していてその女の子がノースリーブに近いような半袖だからあえて可愛く描くかというですね。まあ、すごい、あと、ここにバックミラーを描いているのも僕、やっぱすごいなと思いましたけどもです、ね、うますぎるんですよね。<laughs> 本当に。